はい、今度はセカンドのリードですね。セカンドのリードはですね、まあ、他の一塁とはまた違います。ノーアウト二塁なんかの場合、バントのケースがあったりということもありますが、そういう時は、まあ、三塁ベースとの直線上にリードをするということも一つの手です。これは無駄をなくすというためにも、ここは、まあ、走る距離を無駄に走らないということもありますね。早くサードに、たどり着くということが、その理由ですね。ただ一般的には、少し膨らみながら、サードに向かわなければいけないので、リードは少しベースよりも後ろ側になります。ここで、まあ、大切なのは、もちろんこの時点で牽制に入られるということもあるので、ここもやはり、大きく足をクロスさせるような動きだと、その瞬間に牽制されるということもありますので、しっかり周りに目を配りながら、ピッチャーも見ながら用心をしてリードをする。そして、シャッフルをこれからしなきゃいけません。シャッフルというのは、バッターが打つインパクトに合わせて、リードを取るということですけれども、まあ、このシャッフルもこう慌てて取るよりもゆっくり取って、これは守備と一緒ですが、インパクトをある程度少しこう空中で、迎えるような、感じでシャッフルをすると、次の一歩目が速くなるので、まあ、この、リードの離塁から、シャッフルのところまで、自分でもこう感覚を掴んでみてください。そして、シャッフルから、インパクトを迎えてサードベースに向かって、ほぼまっすぐ、少し膨らみも必要ですけれども、さあ今度はサードベースに向かって、集中をする。そういうことも気をつけてください。